まず英検なんですけれども、相手を知るためには2級ね、出題形式とかをはっきり知っとかないといけないので、やはりこの辺りをしっかりまず整理してから、じゃあ自分がどういう力が必要なのかっていうのを見ていくといいんですよね。で、こちらに挙げさせていただいたのが典型的な従来型ってやつ。まあ元に皆さんの中はほとんどこうなんじゃないですか。1月21日に開催される従来型っていうのがあって、まあこちらでの受験を検討されている方が多いと思います。まあ、今英検は基本的にこの1月にあるやつだけじゃなくて、年3回6月10月ほんで、今回だったら直近であるのは残り30日後だね、大体1月にある従来型、ね、こんなタイプのやつです。で、あと皆さん意外と知識がねその辺抜けてるのでしっかり言っておくと、最近はもう SCBT 型っていうのがあって、どんどんこれで受ける人が増えてきました。 SCBT 型は特定のパソコンがバーって並んでる会場に行ってパソコンで受験するケースです。毎週土日受けることできます。ただし気をつけてね、 SCBT 型の考え方は3タームに分けてて、4月から7月、8月から11月、今はこの3ターム目です。12月から3月までで分けていて、で従来型が 1,2,3 3回といつ何時でも受けれると言っても限りがあって、4月から7月の間で最大2回、8月から11月で2回、12月から3月で2回、はい、なので最大 SCBT 型は6回です。締めて足すと従来型が6、10、1の3回で、SCBT 型を3タームに分けると6回、なので全部で9回受けれます。めっちゃチャンスあるやないかい。めっちゃあります。はい、でも気をつけようね。1回の受験料が、まあ2級はまだ1万円いってないですけれども、ね、8000か9000ぐらいします。はい、ね、英検に貢がないでくださいね。はい、っていうふうなところです。なら受かりたいで、話を戻すと、今回は従来型のお話、ある程度それで組んでます。で、まあこっからなんですけれども、まず敵を知ることだわ。従来型は基本的に一次試験と二次試験に分かれてて、これは皆さんも大丈夫だと思いますけれども、リーディングと、まあ、ライティング先書いた方がいいね、ライティングとリスニングに分かれていて、リーディングとライティングで時間が85分です。赤色にしとこう。85分です。はい、じゃあここからがいよいよ本ちゃんのお話で、時間配分ね。試験は時間内に解くことが大事なので必ず覚えておくこと。はい、まず最初に選択問題、4択問題が20問あります。この20問について目安となる時間は10分です。 OK、 これはちょっと目のショックですよ。10分ですわ。はい、だから普段からイディオム問題は1問30秒で解きます。で、これ私が勝手に1問30秒の法則とミキが勝手に呼んでるんですけれども、あらゆる私立大学とかの問題もだいたい4択問題は1問30秒のペースで作られてます。それでちゃんと解ければこう合格に近づくように出来上がってます。はい、じゃあ次に長文を埋める前に先ライティングです。まあ結構これ分かれるんですけれども、僕はライティング20分で書きなって言います。まあ字数は80から100なんで、まあ、皆さんからすると80から100多くねって思いますけれども、パターン限られてるんで、そのままお題与えられてもう書けるところは実は30字ぐらいあります。パターン決まってるんで、残りのボディ50字書くだけなので結構早いですよ。で、長文は自分結構ざっくり言う派です。5種類あって、
まあ空所補充型と E メールと非常によくある文章問題なんですけれども5種類あって、あのやっぱり時によって難易度変わるんであんまりキメキメにはしないですね。自分がいつもいる時はだいたい漠然とこの辺は50分で組んだらって言いますね。そうすると皆さん足し算できますから 10+50+20、80。あ、先生5分間余りましたね。あ、あれだ、小中学校の頃よく言われた見直しの時間。違います、見直しなんかせんでいいです、基本的に。はい、まあ、なんかせんでいいっていう言い方は失礼でしたよね。あのでもこれもあるあるなんですけれども、なんか2択で迷って1個選んだら大体先に選んだ方が合ってますよ。世の中そんなもんです。大体いろいろ経験してるでしょ、ちゃんと絞れたらね。うんね、やしあんま読み返すことってないです実際。はい、じゃあ話は、じゃあどうするの、残り5分はどうするかっていうと必ず覚えてくださいね。このあと25分のリスニング待ってますから、この残りの5分間は基本的にリスニングの先読みをします。はい、ダメなんじゃないですか。なんかね、曖昧っすね。あのこの85分終わった後の25分の間の時間はダメですけど、まあだから別に読解中に読む分にはそんなもんですね。そんなもんかなって感じです。まあ不安な方は基本的にあのこのね、僕なんか割と先ライティングやってから先に先読みして長文やるんで。別に試験官に目つけられることもないかなって感じですね。さすがにこの時間の間に先読みしてたらなんかやめてくださいとか言われます、うん、まあここだけの話、金沢星稜大学の試験官は甘々なので何も言いません。バイト君たちだし、なんか近代をやったら格式高くこんな感じでしててダメですよと言ってきます。近代で受けるときはアンラッキーだと思ってくださいっていうな感じです。はい、あの会場によります、バイト君が柔らかいかどうかって感じがありますね。はい、でリスニングの先読みは正直自分はマストだと思いますね。うん、長文の題目の最後切ってでもこっちやった方がいいです。理由は 4項目、スピーキング、リーディング、ライティング、リスニングの4項目をまんべんなく点を取ることが大事なんで、長文の残り切ったとしてもリスニングの先読みやっていた方が格段にリスニングの点数は上がります。普通の子なら、まれにリスニング先読みしなくても得意な子はいるんですけど、基本的には日本人は先読みしといた方がいいですね。なんせまあ1回しか読まないんで、教典までも大問1には2回読むけど英検は1回なんで、まあ、あとリスニングはもう時間配分もクソもないです。30問が25分って感じです。なのでこの目安となる時間は意識してください。長々と話させていただきましたが、具体的にはやっぱりここですよね。こことここかな。あの1問30秒でイディオムを解ける時間での知識を身につけてほしいかなっていう思いは強いですね。というところで、とりあえず最初のお話で、まあ皆さんね、今解きたくてうずうずしてる中すいません、十数分も待たせてしまいまして、では早速解きますか。はい、あのもうね、まずとりあえず行動だということで、とりあえず実力チェックも兼ねて4ページここに問題がドンありますから、はい、じゃあ10問なんで、まあ、5分、まあ一応念のため6分にしておきますか。はい、じゃあ6分で解いてみてください。ではスタート。
大体学年は出やすいです。ここ複式なんで、1年生も2年生もいます。やっぱり1年生はまだちょっと時間かかると思います、正直。まあそんなもんです。この講習、回答を忘れないようにしてください。リスニングのスクリプトいるんで、回答はもう最初に渡してしまいますし、あんまりなんか野暮に書いてってもしょうがないんで、解くことと単語を覚えることがとにかく大事なんで、そこは渡してしまう。とにかく忘れずに持ってきてください。忘れずに回答を持ってきてください。よろしくお願いします。忘れられて大変です。欲しくないんで。いかがだったでしょうか。よいしはい、そしたら見ていくわけなんですけれども、回答でやってきますんで、次のところはあんま見ないようにしてねっていうところで、レベルチェックというところで過去問からの抜粋でやらさせていただいておりますが、いかがだったでしょうか。結局誰に教えようが
ね、中学生に教えようが高校生に教えようが予備校生に教えようが、あのもう原則もうこればっかりはもう言い続けるのはやっぱ英語は単語なんで、もう単語わからなくてもうどうしようもないので、あのもうあらゆる単語、しかも2級レベルであれば選択肢および長文出てくるものはもう全て覚えるぐらいのイメージでいいです。受験のことも考えてもね、それぞれがいろんな目的で、あの英検取りたい、推薦とか、ね、学校の制度だったりとかモチベーションとかいろいろありますけれども、基本的にも英検2級のレベルの単語はもう出てくるもの全部入るぐらいで大丈夫です。はい、それぐらいが全てね、これから先の英語勉強に直結しますんで。はい、1番から見ていきますね。 I heard you injured your arm, are you okay now? 怪我したって聞いたけど大丈夫。 No, it still hurts a lot. ね。はい、ってなところです。はい、まあ要するに、それに対して My doctor says I may have an operation、 手術ですよね。で、まあ、線引かれてます。オペレーションについては手術だけじゃなくて、これ多義語なので操作も覚えてね。操作で出てくることがあります。さらには作業で出てくることもあります。オペレーションは多義語で結構受験ではあって、この辺4つかな。はい、操作、作業を作戦、手術、オペレーション、結構多いです。頑張ってね。うん、で、この4単語はめちゃ全部大事です。分かんなかったらチェック入れておくといいわ。インスティンクト、本能、エキシビション、展示会、アチーブメント、達成、うん、全部大事ですね。はい、とにかく分からない単語をその場で覚える、覚える、覚えるっていうイメージでやっていくのが大事です。2番です。Although the overall number of people in the world continue to grow, there has been an era in the population of、many developed countries. っていうようなところですね。はい、で、世界全体の overall は全体って意味ね。はい、就職かかります。世界全体の人口は増大しているが、There has been a decline。はい。で、これ、ここまでで押さえて、Decline は、in までで覚える。はい。何々の現象。まあ、in あってもなくてもどっちでもいいんですけれども、in までで覚えておくのが、なんですね。よろしくお願いいたします。うん、はい、で、これはあと現代英語で、あの少子高齢化ってめっちゃ使うのに言えない、書けない、話せないの人たくさんいる。はい、いくよ。あ、declining birth rate and an aging population。 長いんだわ、少子高齢、ね、本来なんかいつも日本語の方が長くなりがちなんだけど、英語の方が長いっていう嫌なパターンです。これ結構覚えておくといいよ。あ、declining birth rate and an aging population。日本政府は、the Japanese government、ずっと苦しんでます。has been suffering from、suffer ね、苦しむ、from、少子高齢化に。a declining birth rate and an aging population。こんな感じ。
英作とかこういう表現とか知っとくとすっごい内容深いんでいいねってなりますよ。はい、あとはまあそうやね、ベネフィット、利益、オーガニゼーション、組織、ポリューション、汚染、まあ、全部大事やね、これも。あの汚染は特にね、あの空気汚染、エアポリューションとかもできるよね。いろいろできるんで、パターン気をつけてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、あと水質汚染とかもね、これ意外とみんな書けないんですよ。マリーンポリューションです。マリーンつけます。マリーンポリューション。でもこうやって覚えておくといいわ。ポリューション単体で出ることあんまないんで、マリーンポリューションとかエアポリューションって言い方します。はい、こういうのを覚えておくんだわ。とにかく覚えるしかないっす。はい、で正解は2番です。現象なんで。はい、で次3番ですけれども、1日の仕事を終えるとコンピューターの画面をあまりにも凝視したためにジョンの目はつれて赤くなることがある。At the end of the day of work, John's eyes are often tired and red from... はい、彼がずっと何をしているのか。はい、覚えようね。ステアアットで凝視する。ここに too long があるけど、アットあるでしょ。 too long に対して stare とアットで、これでね、何々を凝視するって言います。はい、アットが鍵だったかなっていうなところです。凝視するっていう言い方になるんで押さえておくといいですよ。よろしくお願いいたします。ステアアットで凝視する。全部同時大事だね。カルキュレイト計算する、エクスパンド拡大する、コンダクト、コンダクト実施する、うん大事。はい、次4つ目です。はい、こんな内容ね。Didn't you bring lunch today, Sue? Sue, 昼飯持ってきてんやん。 No meals will be served at the event. イベントでは食事は出ないよ。はい、Really? 本当？はい、で、以下ですけれども、後ろが先にあれいいよね。 Some things treat like sandwiches. Sandwiches will be provided. サンドイッチみたいななんか食べるもんが出されるとてっきり思っていた。思い込みは assume です、英語では。 assume、 憶測っていう名詞でやるときは assume 系はこの形ね。名詞でやるときもちょっと押さえといて、assumption でいきます。この形 assumption で憶測、思い込み、割と確信用途少ないパターンです。憶測、思い込み、そういうところいるっけ、なんかいるっぽいな。なんかいらないか、わかんない、漢字バカすぎるんで気をつけてください。憶測、ああ、さん付けた、やばいっすね。ありがとうございます。たまに言われますけど、いい加減漢字勉強したらいいんじゃないですか。言われますけどね、私卒業生から漢字取るようになってますので。はい、アサンプション、憶測です。はい、っていうなところ。まあでも本当この単語を全部覚えるっていうのばっかですね。今回レビュー、再調査、まあ調査する、オブジェクト、反対する、ディナイ、否定する。オブジェクトとかめっちゃ出るわ。なんで、なんで出るんですか先生。はい、オブジェクトは TOING です。めっちゃ出ます。受験でも出るし、英検でも出ます。ニョロニョロに反対する。to が to 不定詞じゃねえんや。前置詞ね、これ。めっちゃ出るわ。And Agnes か。Agnes Bernberg is a talkative person. まあ後ろの形見たら、なんかめっちゃ喋ってる感じ。When she goes to parties or social gatherings, she talks with everyone there. はい。社会的 gather は集まるだから、これで集まりね。はい。要するに、Agnes か。
アグネスがパーティーとか社会的な集まり懇親会に行くと彼女はみんなと一緒にペチャペチャ喋ってる。Trustworthy はそこまでいいから、まず覚えるのは Sensitive、Talkative、Ambitious、 ここ絶対押さえて、まあ覚えてくれたら嬉しいけど Trustworthy っていうのも、まず Sensitive、Talkative、Ambitious ですね。この辺を押さえた方がいいです。あと、で、おしゃべりなんで、2番が正解になりますね。はい、次、6番ですね。6番でございます。はい。この辺からちょっとやりにくさも出てくるかな。The formula of the car hasn't changed, but its engine has been improved to make it more powerful than before. はい、前提があって、だけどと逆説で、エンジンが改良されてて、以前よりも力がよっぽど出ます。はい、ですから、車の見た目は、変わってないですね。はい、アピアランスで見かけでした。ただ単語としてはね、まあ、セメスターはなんか勝手に覚えれるんですけど、エクスペリメントとエボリューション絶対押さえてて、エボリューションとエクスペリメントを押さえてて、実験進化見かけ。うん。あと、英作のコツやけど、これ覚えといて、than before。以前より。以前より。まあ、途中で英作の扱い、今回もあるけれども、なんか皆さんに書かすと、対比を全然してないことが多くて、書くときって変化してることが多いよね。うん。みんな要するに、マイバッグ使うようになった、以前よりだよね。うん。とか、出てくる。一言、例えば、ever つけてもいいし、than ever before って、今までの世の中と対比できるとき英作で書いたら最後こういうのつけるの than ever before ってつけるとすごくいいよ。字数増えるし、君たち大体字数で悩むからいつも全然書けんっつって、字数増やすっつったら就職増やすに限るんで、鍵となる単語は限られてるんで、以前よりもこれまで以前よりもって than ever before とか覚えておくといいです。うん、なんでパターンなんで英語っていうのは。パターン、はい、7番ですね。The internet has made communication easier and quicker. For example, a message you send will arrive at the other person's computer almost. はい、ってなところで出てきます。はい、この単語は、まあ、正解はこの単語なんですけど、発音大事です。Immediately って言って注意です。Immediately です。I の音です。Immediately、うん、即座に瞬時にですね。覚えてほしいのはそうだね、まあ、3よりも、まあ、できたこと1に確実に Temporalities で一時的に Occasionally 時々この辺りを覚えておくといいです、しっかり、うんね、よろしくお願いいたします。はい、8番ですね。この辺から説答力がなんか下がってきたところもありますよね。まあ8は大丈夫かな。こうですね。The scientists have tried how to detect new type of bacteria that create oxygen for many years, but they haven't been so far. はい。です。ディテクトは見破る、見つける、どっちでもいいです。何々を見破るもいけます。見破ってくれるんです。ディテクティブコナンです。名探偵コナン。はい、ね、A new type of bacteria。新たな種類のバクテリアを見つけようと必死になった。はい、
だけど彼らのその必死さ、エフォーツ、努力ね。もうカスタムとかも必須ね。エネミーも覚えて、まあ、ソロちょっと抜けがちやけど覚えとくといいかな。で、これ結構文章の方も大事です。 In vain 無駄に、これ覚えてね、ぜひ。 In vain 無駄に。はい、綴り E にします。 Vain にすると葉っぱの葉脈、これたまに出ます。葉っぱの葉脈です。覚えておくといいでしょう。結構たまに出ますよ、普通に、うん、葉脈。 So far 覚えておいて、これは受験でも使えます。 So far はこれまでのところ。で、なんで受験でも使えるんですか先生。ここソーファーは現在完了に導きます。これ普通に使います。ソーファー来たら現在完了です。ソーファー来たら現在完了。まあ英検も多少は文法問題あるんで、3問ぐらい2級まではありますから、こういったことも知っておくといいよね。残りちょっと少ない、頑張りましょうね。 Kelly didn't mean to do、 意図的に何々するの意味です。同じ意味で使えるのが intend to do です。この辺2つは覚えておこう。何々するつもりだ、意図的なニュアンスが大変強いです。意図的に何々するつもりだ。 Kelly didn't。で、今回のところは not がついているのと、後ろに by accident、 これも覚えておくんだよ。はい、偶然、誤って、誤っての意味の偶然ですね。偶然、はい、偶然にもリビングのフロアに落としちゃったから、意図的に壊すつもりなんてなかったんだ。 mean to do とか intend to do でやります。覚えてけ、頑張れよ。 intend to do, mean to do、 こんな感じで覚えていきます。ラスト、 The government provides some assistance for poor families、 貧しい家庭に対して支援を行います。 in order to、 はい、ほにゃら for it、 はい、People must prove that they do not have enough money、 お金がない、十分にないことを証明する必要がある。その、はい、4つあって、単語としてはプロテスト、あ、間違ってるやないか。あの、この抗議するってこっちの抗議ね。はい、抗ってください、よろしくお願いします。はい、で、コンピート、競争する。これ競争を英語では名詞でコンピティションって言うでしょ。こっちの方がイメージ強いかな、の動詞形です。コンピート、プロモート、促進する、これはもうぜひね。で、ちょっと難しかったのはクワリファイで資格を得る。Do you have some qualifications? なんか資格持ってる？ Nothing、 何もっていうのかどうするのかって話ですね。はい、クワリフィケーションで資格、はい、です。で、qualify で資格を与える。ですから、資格を与えられるには、彼らはお金がないことを証明する必要があるよ。で、正解は2番です。どんなもんですか？十分の、あとね、で、英検のその合格ラインっていうのを考えることって結構大事で、先生、英検ってどうなったら合格なんですかつって、ちょっといろいろパターンあるんですよ。あの、それはまた
まあ細かくね、なんかちょっと取ったりとか話す機会が増えた場合言うんですけど、まあ途中で言えるかもしれないけど、原則絶対受かるってなった、絶対ね、絶対ってなったら、要するにリーディングなりライティングなりリスニングなりスピーキングなりが65から70%あれば大体受かります。これで要するにリーディング、ライディング、リスニングで6割5分全部超えてて落ちたって人は聞いたことがないです。だから理想はやっぱ10分の7正解するイメージがあるといいです。ただちょっといろいろあるんだ、また話していくんだけど、ぶっ飛んで一つで高得点出すと受かります。だから得点がね、相乗的、そうなんて言ってんだろうね、こうとなんかね、こんな感じで来るの、英検って前も言ったかもしれない、こうやって最後に得点バカ上がるようになってる、やれば上がるし、でなんか最初から0点じゃないんだ、最初から点数一定限度与えられてるんですよ。すっごいめんどくさいんだけど、でなんかこれをアルゴリズムが組まれてて、これを合わすのめんどくさいんだけど、まあとにかくなんか一個爆発的に 90% とか取ると点数跳ね上がって、それで受かります。前回の2023年第2回がライティングの採点が甘々で、そういう子が続発してた。ライティング9割ぐらいみんな取れて受かるみたいな。英検ってなんか何とも言えないんだわ。なんかもちろん受かりたかったらちゃんと勉強するんだけど、だからいつもこう言うんだけれども、受かるために前向きに勉強してて実力上がってったら、なんか思わぬ時に受かるって感じだよって言ってます。だから勉強し続けると大事です。ただ間違いなく言えるのは、全部 65% 超えてりゃまあ受かります。まあ受かります。それが落ちる子は聞いたことないんで、まあ、今までももう散々見てきてますから、それは大丈夫です。なので自分で勉強する時の一つの指針は6割5分から7割と出てるからなんで、でやれば大丈夫です。あとは試験直前になったらまたいろいろ裏技とかもありますし、ライティングやれとか大体言います、点数を跳ね上げさせるために。さあと、ちょっといろいろ話しておりましたが、では次に皆さんにやってもらうのは文書補充だね。で、テキストの方を戻ってもらって、まずね、ディスコースマーカーを覚えてもらう必要があります。はい、7ページ開いてください。はい、ここにこうやってディスコースマーカーがあるから、まあ2分なんて書いてありますけど、もうちょっと時間取りますよ。3、4分あげるんで、要するに文章の始まりのやつ、まあ一番わかりやすいやつで言うと in addition 加えてみたいなやつね、ああいうのを覚えてしまうんですよ、一通り。はい、じゃあ今ちょっと時間与えるんで、しっかり覚え時間および何を知らないかチェックする時間、はい、数分与えますから、ちょっと内容整理してください。
な表現があってね、覚えてかんな。そう、うん、まあ、ちょっと話をすると、うん、まあ、てかよくある To begin with、 ちょっと一応書いててね、 To begin with 第一、これもよくあるよね。だいたい自分が SAP やらすときは、この To begin with 第一ってやつと In addition 加えてで、そのボディの1個目、ボディの2個目で使えます。ん、ボディってどうした、まあ、これの話はちょっとまた明日か明後日するわ。だいたいこれでやらします。 To begin with でやらしますね。まず第一にこれでやらします。ただボディの話はまた今度します。まあ中レッキュー、国旗的にレッキューしていいでしょう。そうだね。だからフォーマーとでレアターは、これレイターって言わないでね、でレアターって言うけど、レアター、これはセットです。だからこれはもう英文を読んでいく上で、 The former is って出てきたら、その後に次は The latter is ってあります。絶対あります、こういうセットで。前者と後者を対比して読むパターンで使います。うん、こういうふうにある程度決まってるんで、みんな覚えてないこと多いね。 In the same way 同様に、 Likewise 同様に、だいたい文末に来がちです。 Like before is and 同様に、 Similarity 同様に。あと非常に単純ですけど、やっぱり文末に As well ってよくやるよね。バーって読んでて As well っていうふうにやります。同様に、この形もよくありますよね。表現をこう類似させて付け加えるときによく使います。対象のところの in contrast ですけど、できたらこれもつけといて、 in contrast to ニョロニョロでよくやります。それとは対象に、ニョロニョロとは対象に、 in contrast to までつけることがよくありますね。Meanwhile は対象、なんかね、それと同時にでやると分かりにくいんですけれども、 Meanwhile ってこれよく言うんですけれども、この辺に書くか、ここだって一応こっちに書いておくね。でも使い勝手いいんで、 Meanwhile って言ったら一方その頃ってやつ、だからほらよく言うのが、ほら、まあ、ダッシャーがみんな分かると思うけど、なんかバトル漫画とかでさ、結局自分たちの5対チーム5人に対して相手5人と戦うみたいな、うん、まあ、世代が古いんですいません、大体ワンピースのバロックワークスみたいな感じなんですけど、ルフィが勝利してる間、一方その方のゾロはみたいな、同じ場面で動いていく感じが見終わるら、うん、これが多分一番最強に分かりにくいと思います、はい、少女漫画しか読んだことない人ごめんなさいって感じですけど、こういう風な感じ。一方そのことで同時進行でパッて場面転換するのが見終わるです。ちなみにちょっとこれニュアンス違うんで、であとはそうですね、結果とかあったり、うんうん、まあ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 こんなところでしょうかね。である程度こうディスコースマーカーが分かって解く多いです。特に最初の長文の空所、実際ちょっとやってみます。じゃあ、横ページ横ページ、ごめん、ちょっと回答見ないようにしても、見えちゃったらごめんなさいね。
あのこうパッて例題にとかやってみると、まあ見えちゃったってもあえて頭の構築で使えるから、6ページちょっとやってみたら、上のところね、まあちょっとなんか下のところ隠してみるけど、まあ、一応ちょっと唐突すぎるんで、このペンギンってあの南極のペンギンのタイプじゃなくて、あのチリとかあの辺に生息してる割と温帯に生息するタイプの、あの野生のペンギンってやつです。氷の上じゃないですこいつら。だからこんな文章になってます。それはちょっと文脈上さすがに捉えきれないんで、こんな感じですね。下に日本語ありますんで、せっかくやし使いますか。はい。ね。はい。てかまあここになんか書かれてるんで、せっかくなんで、こちらもうまいこと使いますと、はい。ペンギンちゃんたちの日常。ね。うん。まあこういう因果関係大事にして、車に轢かれるかもしれないから危ない。だから。ペンギンのトンネルを作ったってなってることを気づけましたか。はい。The penguins catch fish in the sea during day. 一日を通して海で魚を取るペンギンを取っていて、and go home as the sun goes down. 日が暮れると家に帰る。However, this is dangerous because they have to cross a busy road to get there. 家路に着くまでに、通りの車通りの多い通りを渡る必要がある。They could be blinded by car, run, lights, and run over. で、blinded、塞がれるが目がくらむ。彼らは車のライトによって目がくらみ、引かれてしまう。かわいそうにペンギンはってなって、バーン、引かれます。そういうことがあるから、for this reason ね。そのためだから。A special tunnel for the penguins was built under the Lord recently.近年になって道路の地下にペンギン用の道が作られた。2番の For the reason です。面白いですね。道路の下に地下通路あるんですよ。これ本当です。アルゼンチンにあるんですか。パタゴニアの方だったら、まあ、はい、あります、うん、というふうにディスコースマーカーをしっかり理解して内容把握から接続詞を入れるっていう問題は大変よくあります。Unlike、 ごめん、ここで出てきたシュプレトクというは Unlike で、以前とは異なりで出てきてますけれども、 Unlike で、ニョロニョロと異なって、使い勝手いいんで、なんか、
例えばこうリモート授業と学校の授業とかね、unlike remote classes、 リモートの授業と異なって、例えばね、taking a lesson in class、 教室で授業を受けることは、俺がよく使うのは make it easier、 何々しやすい、 to focus on their classes、 授業に集中しやすい、こんな感じで、ね、英作とかこんな感じでパパパパパって作ったりします。 unlike は対比でもこうやってすごく使えるんで、あのぜひ覚えるといいです。 unlike 結構いい表現出てきたんで、こうやってもう覚えていくしかないです。うん、さあ、ということでいろいろ触れてまいりましたが、まあ皆さんそろそろ私解きたいね、しっかり解きたいね願望が出てきたでしょう。はい、じゃあいよいよついてもらいます。はい、8ページありますから、マネーという問題があります。はい、じゃあこのマネーという問題ね、まあ、一応10分あげますが、だいぶ早く解けるっちゃ解ける人もいます。一応10分あげます。でもまだ全然それより早くても全然大丈夫です。はい、じゃあ頑張ってください。
そうだ。だいぶもう溶けてる人は溶けてます。ちょっと。うん、溶け切った人別に先にあの解答の4ページ。とにかく単語を知ることが大事なんでやってていいですよ。はい、とにかく。とにかく単語はですね、今もちょっと時間を取りますけど、とにかく単語、回答の4ページ、回答の4ページですよ。で、まあ、単語リスト、テキストを作ってくださった石尾先生が作ってくれてるんで、もう単語を覚えるのがもうひたすら近道です。前半の回答がこうなっていて、単語いろいろあるしね、もうなかなかちょっとね愚直かもしれないけど、単語を覚えていくってことが求められます。もうばっかりは仕方ないですね。ね、じゃあこれです。ディスコースマーカーのところ大丈夫でしたか？あのここはしっかり分かってほしくて、あえてこっちにじゃあこうやって書くと、一方でが要するに、まあ on the other hand、まあ、皆さん手元に載ってるからそれをまとめてるだけなんですね。まあ despite はもうだいぶ慣れてきたんじゃないんですか、にもかかわらず despite だいぶ慣れてきたでしょ。大丈夫だよね。あの言い換えで結局ディスパイトの場合はあのまあなんかこういう感じで書いてしまうけど、インスパイトオフ、まあこれもできるよね。今回インスパイトオフディスもできます。ディスパイトとインスパイトオフは絶対覚えてください。よろしくお願いします。で、まあこの2はちょっと今回なんか違うんでまあいいんですけれども、で要するにっていうので、今回の回答はインショート、まとめると、まあ、手元に皆さんも文脈あると思うんで、こちらちょっと文脈見ながらでいいんですけれども、まあ、一応こうやって喋っておくと、流れなんだよね、結局。日本語手元で見ながらでいいんですけれども、あ、そうですね、今一応準備だった。はい、はい。で、every day we use money for almost everything such as buying food and spending on our homes.まあ、物を買ったり家で過ごしたりするのに対してもうほとんどお金払うよって使うよ。 We always have it with us and we enjoy receiving it。 まあみんな持っとるし受け取ったら嬉しい。 Money is such an important factor that it determines which countries control the world。 で、お金っていうのはお金っていうものが要するに世界をどのように管理するか、どの国が世界を管理するかも決定づける重要なファクターもあるし、ね、で、まあ、インショット皆さん選べてた、ある程度選べたから大丈夫ですけれども、あとは流れを見るんだよね。このようにお金について
さまざまな側面を喋った後、 It would be difficult for the world to run without it。 お金、この it はマネーのことなんで、お金なしに世界が動くのは難しい。つまり筆者は終始一貫してお金の重要性を喋ってるので、今回はインショートになるわなっていうようなところで、まあ一応手元に回答ね、分かりやすくありきでやってますけれども、こんな展開になってる、うん、っていうようなところです。2が結構苦労してる人も参見されたかな。まあ2のところで単語のレベルというかイディオムも出てきてますので、これね、 come apart、これ多分3年生も意外とやられます。 come apart で次第に壊れるっていう、意外とこれ知らないです。3年生も次第に壊れるっていうんです。全部でも分かんなくてもいいんで、あの文章として成り立ってたら、あの全て分からなくても正解はできますよ。一応まあ言っとくと come apart で、次第に壊れるっていう意味です。は経済っていう仕組みそのものについて喋ってるんだよね。手元に日本語ある状態で全然見てもらっていいんで、うん、要するに経済の循環の話をしてるんだよね。お金がなくてもっていうところです。まあこの辺の if ぐらいから見ていきますと、 If a fisherman needed bread、 漁師さんがパンを必要としたら、 He would use his fish to buy it、 彼はパンを買うために魚を用いた。物々交換だよね。Even in those times, a rough version of economics。はい。たとえそのような時代でさえ、even は、たとえって意味ね。ないないでさえ。A rough version of economics。荒い感じの経済がってなってて。なので、多分、正解した人、正直、カムアパート分かってる人って結構少ないですよ。ただ、しっかりと他、例えば、worsen diminish、diminish、減少する。この辺は分かっておくと楽だよね。減少する。そうすると、いや、経済がここでしっかり機能してるんだから、減少するはおかしいじゃんってできるでしょ。で、was hardly seen、ほとんど見られない、真逆だよね。Gradually came apart。 これが最悪分かんなくても経済、うん、これちゃんと物々交換成り立ってる、機能してるで、 Vers at work、 こんな感じで選んでいきます。うん、確かにいいよねって感じです。で第3パラグラフでは次にちょっと展開があって、このね、お金の価値っていうのが時代とか、さらには TPO、 時、状況、時間とかでも結構変わってくるよっていう話をしてるね。うんね。 However から軽く見ておくと、文章の途中のところではやっぱりお医者さんの方が金儲けっていうのはできるよね。はい、そのお医者さん自体に価値があるから、 A symbol of the value society っていう風な言い方をしてるね。 Particular skill には置かれる。でも面白いのが However 以下でもね、 If there is just one house painter in a town and many houses to be painted、 もし仮に街の中にペンキ職人が一人しかおらず、 many houses to be painted、多くの家が塗ってほしかったとしたら、ペンキを塗ってほしかったとしたら、ペンキ職人さんの income will be changed、 彼の収入は変わるよね。だって街でたくさん需要があって、供給元はそのおじさん一人なんだもん。 The painter's skills would、 で he or she would charge more。 チャージは要するにお金を請求するの意味があります。こういうところとかもしっかり押さえておいてね。チャージはお金の請求で使えます。こういうふうなのもしっかり押さえておくといい。
てかあれだね、チャージしますって言うからね、はい、皆さんもチャージしすぎないように気をつけてくださいねっていうようなところです。だからそうするとペンキ職人は町に1人しかいなかったら彼の需要が大いにかかる。だからきちんとディマンドという単語を需要と分かっていると選びやすかったかなと思います。結局は単語力っていうのは多少ありますね。はいね、4は全く逆の意味です。基本的な需要が取り除かれる、だから今回は逆に需要あります。永遠に失われる、かわいそう。はい、プロモーターリレーションシップ、関係性を促進する、今回はとりわけ関係なし。なので Be in greater demand、 需要がより一層高まるの一番となった、こんな感じ。はい、本日は読みを中心にやらせていただきました。明日の最初にリスニングやって、で、まあ、また相変わらず単語とかをやっていかなならんがんですけれども、頑張っていきたいなっていうふうに思います。あさってライティングやると思います。こんな感じです。はい、やったら多いかな、多いかな。はい、以上ですね。はい、日々努力です。お疲れ様でした。